ドサンコくんは、札幌テレビ放送の情報番組、ドサンコワイドシリーズ並びに2018年からの同局のマスコットキャラクター。ドサンコワイド初期から JR 札幌駅南口からの中継に登場している。当初、北海道競馬とのコラボレーションで登場したキャラクターだったため、服装は競馬の騎手を思わせる緑色のシャツで、帽子には、 北海道競馬のロゴが記載されていた。その後青いオーバーオールにシルクハットの衣装の2代目の衣装となる。このため、北海道競馬にもドサンコくんによく似た。キャラクター、北斗くんがいるが、露出度の違いもあって、ドサンコくんと間違われることも少なくない。前足がドサンコくんが人間のような五本指に対し、北斗くんが馬らしいひめになっているなどの相違点がある。 なお、ドサンコ君も初期は、ひずめの前足となっていた。名前の通りドサンコ馬がモデルだが、長い耳の形状からか時々ロバと間違われることも、好きなものは子供と温泉。番組が公式に中に人は入っていないとコメントしているものの見た目は着ぐるみであり、かつて木村洋二アナウンサーが体の中に汗をかくと中の人を示唆したこともある。 ドサンコワイド179では、この番組開始から15年以上の間、札幌駅前から中継するアナウンサーや気象予報士が変わっても、ドサンコくんだけは変わらず登場し続け、今では札幌駅南口が札幌を訪れる観光客や修学旅行生が立ち寄る有名スポットとなった。中継以外のスタンバイ中でも子どもたちに愛嬌を振り巻き、記念写真や握手にも応えている。 ただし、雨や雪の強い時などに、カメラ位置が大丸札幌店入り口付近に変わることがあり、この時は土産国がいない場合がある。また数年に一度、体の汚れが気になる頃に一週間ほど番組を休んで温泉旅行に出て、休み明けにはピカピカの毛並みにリフレッシュして帰ってくる。過去の不在時には、STV キャラクターのファイビーとファイニーが代役を務めていた。 余談だが着ぐるみをクリーニングに出すと帰ってくるまで一週間ほどかかるという。2018年からは STV 創立60周年を機に番組キャラクターから STV の曲マスコットとなりキャラクターデザインは丸いスタイルにリニューアルされボディも三代目として新スタイルの形となった。2018年の曲キャラクター制定時に設定。ありがとうございます。